井上隆と言いなさい。井上た。なんで口の中でベコベコ噛んでんだ。私は誕生日ぐらい嗅覚鋭いから思わず入っちまったじゃあないか。ゲオニワクはヒゲの先輩に譲ってるわ。ベトベトンを口の中に入れてディープキスしたらベトベロンに進化しますかね。心まで腐ってんだ。お前悪魔的発想がすぎるわ。いや、この世界は悪魔的発想が覇権取るんだから間違ってないでしょ。そもそもチェーンソーマンが強いのも普通に考えておかしくない。本来チェーンソーは木を伐採する道具よ。銃とか戦車なら人を殺す道具だから覇権取るのわかるけどさ、アマゾンで1万円で買えるチェーンソーが覇権取ってるのが謎なんよね。でもこの誰でも買えるってのが逆に恐怖の根源になったのよ。例えばテキサスチェーンソーだったりバイオハザードだったり、映画やゲームでチェーンソーイコール人を殺す道具として描かれることが多いやん。バイオハザードのチェーンソーなんて即死攻撃だからね。しかも最初の村にいるし、こんなん恐怖しないやつが逆におかしいし、そんなチェーンソーは現実で誰でも買えるのよ。そりゃ人類はチェーンソーに恐怖するよ。だからチェーンソーマンは覇権を取れた。俺もそんな風にゴミを口に入れる悪魔的発想で覇権を取りたくて掃除の悪魔と契約したんだ。地元ではルンバの擬人化と崇められていたんだぜ。心優しいゴミ人間。お前心めっちゃ綺麗や。天使的発想がすぎるわ。でもみんなは知らないゴミの味。吐砂物を処理したような雑巾を丸飲みしているような、拾ってく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 。そんな生活を何年も続けているうちに途中で気づいてしまった。このゴミを生産する人類が最もゴミだと。それが私の選んだ本音。闇落ちする過程が下等すぎるの。それ糸巻き巻き糸巻き巻き引いて引いてパンパンパン。